狙わずともちょっと追い込もうかなと。やっぱされかけました。数学、スペイン語、経済とかが大変でした。はいはい、トイックを受けるんですか？何やった？トイックを受けます。トップになるために整形します。塾を作ります。ハラス、飯田です。かぶせてきやがったな。やりやがったな。ということで、はい、飯田。あれなんか別人みたいな。そんな髪の毛だった？ちょっと色を変えろって言われたりして、この色になったり、ちょっと迷走しております。まあ、最近動画もあんまり出てきてないんですけど。ちょっと、編集の時間が間に合いませんでして。ちょっとね、東大生になったんで、はい、今どうなのかっていうのなんですが、ミスターコンかなんか出てるらしいじゃないですか。そうなんですよ。どういうことですか、その、お笑い枠みたいなのあったんでしたっけ？いや、美しいこのフォルムでもうルックス完璧なんで、その美女系で売っていこうかなっていう枠で入ってますね。どう考えたってさ、ポーズもおかしいじゃん。こんなになったりこんなになったり。そう、宣材写真こうやらせてもらいました。そんなやついないし、しかも名前も一人だけペンネームみたいなのになって年齢も載ってないし。年齢16歳でちゃんと公開しております。入れねえよ、18歳から。16歳で入れるんだったらカリスさん入ってたから。しかも可愛い時期浪人してるし。そういえばあれ、90日後に辞められる。ああそうですね、もう今撮影してる時はそう、90日後に、3ヶ月後に。いや変わりましたね、お互いね。そうですね、状況ももう状況も変わって、武田塾の校舎を持たれて。そうですね、国立校を持って、武田塾イングリッシュの取締役になってますからね。おめでとうございます。何があるか分かんないもんですね、人生。そんな中、はい、どうなってんですか今、東大行って。忙しいんですか？ありがたいことに忙しくさせていただいております、うん、何で忙しいの？自分効率が悪いんで、はい、勉強に時間が割かれてしまったっていうのと、はいはいはい、あとミスターコン関係でいろんな人と会ってて、うん、時間がなくなるってこの2つです、ね、なるほど。まあ、勉強はねやんなきゃいけないことなんで。そっちがメインでやんなきゃいけないんですけど。え、ミスターコン誰と会うんですか？ミスターコン正解の偉いさんとか。正解の偉いさんは繋がれないですけど、うん、ミスミスターを使ってお金儲けをしたい社長さんとかと繋がって、まあそれによって自分を売り出してもらおうっていう。いいの、そんな言い方しちゃって。そういう風な方がです。そう、しっかり、ね、お互いメリットがあってみたいな。ウィンウィンだから、ウィンウィンの関係でやらせてもらって、うんうんうん、大丈夫ですか？慶応みたいに闇ないですか？そうですね、まあ多大ではあるかもしれないですけど、東京大学はあの本当に純烈潔白なところですので、はい、クリーンなところですか？クリーンなところです。え、プロモーション活動何やってるんですか？プロモーション活動を YouTube 出さないといけないのに、そうそう、 YouTube 出せてないっていう。どうするの？どうしようと思って。どうしたらいいですか？いや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 、出さなきゃ。頑張ります。ショーツでいいじゃん、得意の全部動画にショーツつけてる。え、でも配信とかなんかやったりしてるんですよね？そうなんですよ、ミクチャの配信をやってたんですけど、はい、ようやく終わりました。あ、終わったんですね。ようやく終わりました。なんすかのミクチャって、ミクシーとポコチャが分かったりしたんですか？いや、そういうことじゃない。あの敵対なはずなんで一応。あ、敵なんだ。ポコチャとは違う。まあ、あの違う配信アプリで、まあ、バンされたんでしたっけ？いや、バンされかけました。かけたんかい。あの配信中に自分寝てしまって、はい、出たよ、またやった。喋ってるんですけど眠いなぁ、で、3時間撮ってるみたいなのがあって、バンされかけました。それダメなんだ。ダメらしいです。寝ちゃうのはダメなんだ。運営の方が来たら消されてました。へぇー。だってね、YouTube ライブでも寝てたからね。そうですね。トイックの問題とか。いや、あれなんで寝ちゃったんだろう、本当に。本当にね、どこでも寝ちゃうんですよ。どこでも寝ちゃうんですよ。これは絶対使っちゃダメなんですね。勉強の方が忙しい。いや、もう前期の単位は取ったんで、後期は、まあ、ちょっとサボり気味で、ミスコンにコミットしていきたいかなとは思う。ミスコン、あんま美少女なんで。え、じゃあ単位は取れた？そうですね、単位、何単位取れたかっていう動画は上げたので、ぜひ見てください。落としたのは？落としたのもあります。あるんだ、やっぱり。あります。やっぱね、そうなるんだね。そうなんですよね。どれが大変でした？授業。授業どれも大変でした。数学、スペイン語、はいはい、経済とかが大変でした。あ、数学得意だった。数学一番好きって言ってたのに。数学好きなんですけど、もうなんかすごい当たり前みたいなことの証明がたくさん出てくるんですよ、はいはいはい、やってらんなくなっちゃって。いやー、つらかった。スペイン語苦労したんですね。スペイン語苦労しました。やった？カンタ、カンタモス、カンタイスとか6個の活用のやつをやらされて、あれが大嫌いだった。大嫌いです。東大の駒場で受けたけどマジで嫌いだった。英語の方が簡単なんですよ、活用。本当にマジでスペイン語あれ嫌いだった。なんでやんないといけないんだろうと思いながら、その学期中に、はい、もう活用いろんなのやった。でも A くれた。おー、 A くれたとか U くれた。U っす。そういう感じでやってて、勉強もまあまあまあ
まあまあまあギリギリみたいな感じです、うん、学部は経済学部に滑り込めるんじゃないかな。うん、うん、なるほど。今後どうやっていくんですか、活動は。トイック受けるんですか。何やった、トイック受けますよ。あ、受けるんだ。トイックは受けたいです。あの、うん、せっかく英語勉強したのをそのまま落ちる前にトイック受けとこうっていう感じで。そうそうそう、絶対それはやった方がいいよ。でもこのままだと本番寝ちゃうかなって。おいダメ。今やってるミスターコンはいつまで終わる、はい、ミスターコン11月の23日に終わりなんですけど、うん、その時、まあ、YouTube 配信になっちゃうんですよね、コロナで。はい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 。何人見に来てくれるのかなって感じです。ぜひ見に来てください。投票はどうやってやってるんでしょうか。投票は公式 LINE 追加してもらって、そこからワンタップで投票できるようになってます、はいはい、ああなるほど。その公式 LINE に追加して。そうなんです。後々怪しい商売に使うんですか、その。いや、そういう風に思われてるんですよ。はいはいはい。公式 LINE 怪しいみたいな感じで。そうでしょ、絶対そうだと思う。みんなが思ってるんですよ、うん、公式 LINE ビジネスだって書いてくるんですけど、はいはいはい、金払ってるんですよこっちが、まあ、それそうだこっちが金払ってみんなに配信してるだけで、うん、メリット本当に投票以外ないんですよ。月1万5000円かかっちゃうね。ええー、じゃあそれ終わりました、はい、ビリでした。はい、入ったね。ああ、はい、違う狙うはトップでしょ。狙うはもう狙わずともトップをいこうかなと。え、中間発表とかない。いや、ないんですよ。あ、ないんだ。前回ちょっと中間発表して狙いことになってしまいました。そういうことあったんですね。ボワーって燃えちゃったんです。なるほどね。はい、まあまあ、いつ東大を出るんですか。東大王にいつ出るの。いや、まあなるべくコビを打って大津さんみたいな動きをできるようにするしかないんじゃないですかね。だってまあいるメンツたちもね、かなり濃い、めちゃくちゃ濃いですよね、キャラじゃないですか。あん中でだって勝たなきゃいけないでしょ、お笑い枠で。難しいですね。まあ美女枠で東大王を入れてもらってできるか。一つ考えてるのがありまして、はいはい、ミスターコンで、まあトップ以外の結果だったとするじゃないですか、はいはい、それでトップ以外だったのでトップになるために推薦しますとかやったら面白いんじゃないかな。ああ、なるほどね、うん、とは考えてますね。なるほど、企業案件も。親に殴られないですか、これ。親にふざけんな。大丈夫です、筋トレしてるんで。そこじゃねえ、誰が守れるだろ。守れますし、もう親のすねボロボロなんで。なるほど、かじり尽くしたんで、もう殴る力残ってないです。大丈夫です。なるほどね、そういうのももしかしたら見えるかもしれないですよ、はい、それをじゃあ期待する人はもしかしたら、ね、あ、それか寝癖ボーボーのままご飯食べながら喋る配信をするとか。それは俺がやめたやつ。編集がめんどくてやめたやつ。みんなただ飯食ってるだけで再生数稼げていいなって。編集大変だ。いちいち食ってるもぐもぐしてるとこカットしようっつって。もうあれね、大変だったんですよ編集が。じゃあリーダーを応援してありがとうございます。言ってください、みんな投票してあげてください。ありがとうございます。で、その後は、はい、トイック取ったり。トイック取ったり。他の目標ないんですか。一つやろうと思ってることがあって、はい、家庭教師塾をちょっとオンラインで家庭教師塾を作ろうとしてるんだ。へえ。出まして、うんうん、それでもう東大生しか講師陣に呼ばないで、はい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 、自分とつながりがあって、うん、信頼できるなと思った人だけしか入れないようにして、うんはいはい、最終的な目標なんですけど、はいはい、オンラインっていう特性生かして地方とかの子に東大生の授業を受けさせたいなみたいな、うんうん、おー、なるほどなるほど、っていう塾を作ります。おお、塾を作る。なるほど。じゃあ打倒キャストダイスってことで。打倒キャストダイスとは言えないですね。小場所さんに申し訳ないし。そういう感じでやっていくんですね。そうですね。じゃあもしかしてあの42浪も受かった42浪講師になって42浪ギャンブル中毒。ギャンブル中毒、パパ活中毒でね。じゃあ塾の経営教えるのどうするの。自分も教えたいんですけど、うん、何教えるの。自分がやるんだったら一番教えたいのはチリで。あ、いや、そっかそっか、チリ得意ですよね。でもチリを教わりたいって人少ないんですよね。少ないね、確かに。大体の人は英語と数学って感じなんですよね、うんうん、だからどうするのかなみたいな、うん、いや別にその難関大目指すとかは関係なしに募集って感じなの。まあ全員どの層でもいいけど、うんうん、って感じなんですけど、うん、まあ東大生の強み生かすんだったら、うん、結構中受が多いんですよ、まあ、小学校の人で、うんうん、小学生で中受したい人とかもいいのかなとか思ったり、うん、それこそ地方から東京とか大阪の南関大行く人だったらいいのかなっていうのもありますね。そういうのを東大生の強みを一番生かせるのは、うん、そういうのをじゃあ考えるってことだね、はい、ぜひ見てみてください。ぜひぜひ。はい、大丈夫ですか、ボケなくて、なんか。爪痕残さなくて。爪痕残さなくて。ちょっと考えてたんですよ。
ここに無理やり干物でも焼こうかなって、煙蔓延させようかな。絶対なんか考えてくるだろうなと思って。え、水の一気飲みっていうことで、あーと、この量か。この量はちょっとやめときます。500ならね、一瞬なんですけど。え、でも東大楽しい。東大の魅力、あの、出会う人がみんな、いい人です。おー、なるほどね。それが一番の魅力でした。今後だってその人たちがね、ものすごい偉い人になってるかもしれないわけです。あー、確かに。いろんな業界の。しまった。もうごますっとくべきです。その可能性あるから、それが役立つことっていうのもあるかもしれないですから。確かに。だから友達作んなかった私。大学時代、慶応、すごいもうコネいっぱいできる。ですよね。大学園、東大、合ってる人一人もいません。ゼロ人。まあでも代表取締役ですか。代表じゃない、取締役ですか。そう、取締役。まあ自分の会社は代表取締役ですし。絶対コネは作ってる。多分他の人たちが、あ、森哲先生とコネ作っとけばよかったと思ってるでしょ。そうですね。逆っす、逆。そう思ってもらえたらいいです。はい、もしかしたら将来の大物になるかもしれませんので、はい、あ、ぜひぜひあのごますらせてください。、はい、ということで、ね、今回は井田においでいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。いただきます。これ作ったやつバカっすよマジで。